まっちゃまー、ハーチャマこと赤いハートです。今日の2分クッキングは美味しい餃子作り。まずはフライパンを用意して餃子を置くと見せかけて、オリーブオイルを適当に注ぎましょう。オリーブオイルとか料理の基礎なんでね、忘れるとかない。お次に餃子を入れます。これ餃子ちゃんと形作ったんだけどね、動画の尺的にカットしてるだけだからね。ちゃんと作ったんだよ本当に。そしたら火をつけましょう。あとは待つ。そしたら大体完成ですね。ただ餃子を焼くだけだとハーチャマの持ち味が活かせないので、いつもやってるアレンジをしていきます。餃子を焼くときに水を入れるといいことになって、でもコップで水入れるとすごい跳ねて火傷の危険性があるので、フライパンごとを水道のところに持っていって水を入れましょう。いや音もねいい感じなのよね。これが何分おきに蓋を開けて中の餃子をしっかりとチェックしていきましょう。なんだこれ。さあやってまいりました、餃子焼き選手権。冷凍餃子、中から焼くか外から焼くか、熱い戦いになってますね。おーっと、ハーチャマ蓋を開けたようだ。すかさず焦げ具合を確認する。えぐいえぐい、これはえぐすぎる。なんという焦げ具合でしょうか。過去一、綺麗に焼けたと言っても過言ではありません。ここで1年前に作った餃子と見比べてみましょう。おぞましいほどの黒さですね。かつてはこんなに黒かった餃子が今ではこんなになって、ハーチャマの成長が感じられますね。私たちは餃子を通して人間の可能性について深く学んだ。人は成長する、そして歩み続ける。それでは次のクッキングもお楽しみに。